今回はちょっと番外編でお話ししていこうと思うんですけど、実は私、10月妊娠をしております。まだ初期の初期、超初期です。せっかく YouTube を始めてこうやって動画にいろいろと収めるっていう術を学んだので、今回は、妊婦生活マタニティライフをちょっと Vlog でまとめていこうかなと思って動画撮っています。なかなかこう生の声を聞ける機会もないかなと思って、同じ時期にこういった悩みを持ってる方とか、マタニティライフって結構寂しい面とかもいっぱいあるので、そういったところを、皆さんとシェアできたらなと思ってちょっとお話しします。今私は3ヶ月に入ったところで、妊娠9週目です。はい、絶賛の座り期です。辛いです。本当に毎日辛くて、今はたまにこういう風にケロッともうなんか普通になる時もあるんですけど、本当に1日もう胸焼けが止まらなくって、朝起きてももうだるくって、で朝はまだマシだとしてもどん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 辛くなってって、もう夕方には廃人のように眠るような日々が続いています。でその中でも特に辛いのは吐き気で、私今回の妊娠は4人目になるんですけど、3人の時もとにかく辛くて、その妊娠の時ごとに食べられるものが違ったんですけど、今回は比較的食べれてる方です。なのでちょっとこう普通に生活できる日もあるのかなと自分で感じているんですけど、最初あこれ来たかもなっていう、まだ病院にも行ってない時で感じていたのは、もう5、6週の頃にちょっとなんかこううっと来るものがあって、もう3人経験しているので、さすがにちょっとこう自分の勘が働いたというか、これはちょっともしかしたらもしかするなーなんて思ってたんですけど、その後病院に行って、妊娠が判明しまして、あーやったやったなんて思ってて、まあただ3人経験している中で私がつわりに弱い方だっていうのはもう覚悟していたので、その中でもつわりっていう言葉を見て見ぬふりして、生きていこうと思っていたんですけど、どうしても気持ち悪さからは逃れられずに、ただあまり周りには公表をしていなくって、伝えてるのは両親ぐらいだったんですけど、なので、子供にも伝えてません。なので子供からしたら、なんか毎日ママ吐いてるけど体調悪そうだけど大丈夫かなっていうちょっと不思議な毎日が続いてると思います。なんですけど私の子供ちょっと6歳4歳2歳で、6歳4歳は絶賛おしゃべり期、もう誰に何を言うかわからないので、あまりまあちょっと安定期に入るまでは周りにも公表せず、子供たちにも言わないでおこうかなと思いながら座りとだけ戦っております。で最初の7週ぐらいの頃はうどんが食べれたりとか、あとそうめんをすごい食べていて、もう子供が生まれて男の子だったらそうくんにしようかなと思ってるくらいそうめんに助けられていて、なんていうんですか、あの喉越しの良さ、麺つゆめちゃめちゃ薄くして冷たくしてつるっとそうめんを食べる、で食べると多分落ち着くので食べ座りだと思うんですけど、そうめんを食べてちょっと大丈夫だなっていうタイミングで朝の送りも辛かったりするんですけど、そこもまあ頑張って子供を見送って、日中ちょっと軽くなんですけどちょっと仕事をして、で午後子供を迎えに行って子供の習い事とか送り迎えとかいろいろして、わた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 してるとあっという間に気持ち悪さも加速して夕方になって、その頃にはバタンキューっていう感じになってます。何よりも支えになっているのはやっぱ家族の、補助で、私はパパが自営で、働いているので、うまく時間を割いてちょっと早めに帰ってきて子供たちの、ご飯だったりとかをやってくれるっていう、とっても助かるサポートを受けています。なかなかね、いろんなお仕事されている中で早く帰るなんてことができない旦那さんもいっぱいいると思うんですけど、座りとかマタニティライフ、どこを切り取っても多分辛い面ってたくさんあるので、できれば旦那さんにはいろいろサポートしてあげてほしいなとママ目線からちょっとお願いしたいなっていうところです。で私自身はそれでとても助かってます。そんなのできないよっていう旦那さんもいると思うんですけど、ちょっとした声掛けで違うと思います。帰ってきて大丈夫の一言だったりとか、朝じゃあちょっと時間があるんだったら子供のことやるよとか、そういうほんとちょっとした声掛けで、ママってきっと心
救われると思うので、周りのサポートの方もそういったなんかちょっと声かけをねしてあげるだけで、マタニティライフをちょっと頑張ろうっていう活力になります、はい、ちょっと参考にしてみてください。あとは皆さん多分同じくじゃあマタニティライフを送り始めた、本当に初期のママさんたちは、つわりって本当にみんなこんな辛いのっていう風なくらい辛いと思うんですけど、辛いと思いますなんかつわり全然なかったよっていう周りのママもいるんですけど、本当って思うぐらい私はすごく辛くて、なんか本当にみんなこんな辛いよねっていう、私だけこんな辛いのかなって思うぐらいちょっと辛く寂しい夜をおえおえしながら感じてる日もあります。それぐらい辛いので、同じくマタニティのママさんたち皆さん同じ思いで頑張ってます、くじけずに頑張っていきましょう、ね、周りの人はサポートをしてあげてほしいと思います。であと一つ私の中で補足をすると、この時期にコロナのワクチン受けました。まだ私ちょっと妊娠9週に入ったばっかりで、先日ちょっと母子手帳をもらったばっかり、本当に病院産院にも行き始めだったので、コロナの1回目の時は知らず知らずに打ってました。ていうかちょっとそうかななんて思いながらも、打ってました。1回目、で1回目打ったらもう2回目の予約がもうすでに決まってて、で2回目の予約の時にもう妊娠分かってて産院にも行き始めてたんですけど、その時にはすごい悩んで、先生にもちょっと相談してみたりとか、あとまあネットをとにかく見たんですけど、まあ、ネットはねちょっとあの賛否両論いろいろあったんですけど、私の中ではやっぱりこの妊娠中にコロナウイルスにかかる方が怖いかなと思ったので、今のうちに打っておいてしまおうと。でどうせつわりで辛いし、私はちょっとあのワクチンとか打つと副反応が出やすいタイプなんですけど、どうせ副反応も辛いし、だったら同じ時期に辛い思いを1日で済ませてしまえと思い、先日打ちました。案の定辛かったです。ものすごく辛かったです。寒気は止まらないし、吐き気も止まらないし、何をしても辛かった。何も食べれなかったですねそれでも健康な赤ちゃんが生まれてきてくれることを私は祈って、このつわりも赤ちゃんが毎日毎日頑張って成長しているから、私の体に起きているんだと、私だけが辛いんじゃなくて赤ちゃん頑張ってるんだっていう、その思いで頑張っています。こんな感じで、この Vlog を流すのはいつになるんだろう、ちょっと私はわからないまあなんか何か皆さんのお役に立てればと思って、ちょこちょこなんか節目節目で撮っていこうかなと思っています。はい、そんな感じで、くるちゃんのボタニカルライフではなくマタニティライフですね、はい、こっちの妊娠初期9週目のお話させていただきました。別にあのグッドとかそういうのを求めてるわけではなく、私の Vlog なので、ごゆるりと見ていただければなと思います。マタニティライフ編今回はこの辺でバイバーイ。九州の自分を見て本当やつれてるなっていうと、もう本当にこの頃はもう私このまま消滅してしまうんではないかと思うぐらい辛かったから、今が幸せだなってすごい思う反面、太ったなってもう本当に辛くて辛くて誰にも変わってもらえないし、辛かったな、辛かったなって言える自分が今ここにいて、赤ちゃんが大きくなってっていうのが一番救いかな。当時の自分に言ってあげたい、どのタイミングでもね。なんかそのつわりは終わるよっていうのを当時の自分、そして今頑張ってるねマタニティの方に伝えたいです。終わったらもうハッピーも待ってるから、とにかく辛くても頑張ってください。絶対終わるんで、つわり絶対終わるけど、終わるのかってぐらい辛いと思うけど絶対終わるんで頑張りましょう。本当に何もしたくなかった、できれば一生寝ていたかった、でも寝てても辛いから、何してたら楽だったんだろうってくらい辛かった。みんなそうだと思います。結局その当時そうめんとフルーツ、みかん、いちご、めちゃめちゃ食べて、特にみかんも本来であれば甘いのが美味しいのに、ちょっと青い酸っぱいみかんが美味しくて、そのちょっと甘いみかんだと甘さがくどくて食べれないの、気持ち悪くて、なんかもう酸っぱい方が、でもレモンじゃ酸っぱすぎるしっていう、なんか微妙なその食べれるラインっていうのがあって、それを食べてたんで、今の時期ほんと2月3月なんてね、いちごピークだから、いちごがさっぱりして甘さもさっぱりでくどくないから、ちょっと酸っぱい安っぽいいちごが美味しいかもしれないよね、今のつわりつらい人にはね。みかんはもう甘くなっちゃってるから、気持ち悪さを和らげる方法なんてない
私は多分食べづわりで、食べると一瞬すっきりするから、こう無理してでもなんか口に含もうっていう努力はしてて、今までの3人の時は本当に食べれなくって、食べれないのに吐いてたから、もう本当血が出るぐらい、胃液が出るぐらい何も食べれないのに吐くっていう、なんで吐き気があるんだろうって思ったんだけど、でも4人目を経験して分かった、私は食べなさすぎたんだと思います。いや違うんじゃない、男の子と女の子、食べづわりと吐きづわりで、まあ、吐きづわりだけだと特に辛い、で食べづわりは食べれるのに吐けるから、吐くとちょっとすっきりしたっていうのは4人目はあったかもしれない。なんかないと言いつつ、自分の中でなんかこうあるかもしれない、その座りからちょっとこれすると楽なんだよねって、その食べ座り吐き座りとかこう決めつけないで、こう食べたりした方がいいのか、食べたりなんかやってみたりする、なんかもう本当に当時すごく辛くて、何かその座り軽減とかいろいろ調べて、その結果何も結局私の中に答えは書いてないんだけど、もうそれは多分自分でなんかいろいろ探って、食べてみたり水飲んでみたりってして、あこれだっていうのを見つけられたらラッキーぐらい、そうめんを食べたりとかみかん食べたりとか、ちょこちょこ食いをする、空腹にしないっていうのが一つあれだったけど、それができる人とできない人は多分いるから、自分で見つけた方がいい、経験談をもとに、あそういう人もいたんだったらやってみようっていうチャレンジ精神は、辛くてもちょっとやってみた方がいいって感じ。そのおかげで私は今がある、だからみんなにもきっとあると思います。頑張ってください。私じゃないよねそれはね、もう今辛い人だよね、頑張ってください。私も今妊娠7ヶ月目で安定期で、幸せなマタニティライフ、どちらかというと幸せな時期を迎えているので、はい、皆さん冷えは大敵ですから、寒い季節マタニティちょっと温めて、体に気をつけて、風邪ひかないように気をつけて、ゆっくりと生活してください。無理は禁物です。3ヶ月の頃の自分を見て振り返ったくるちゃんでした。So hold me tight. Good night, Tom. Channel 登録お願いします。Just us two.